マジか、若。あの早い立ち筋を全部見切ってる。しかもどこか楽しんでいるような。稽古で学べる動きじゃない。天性の逃げ上手。時行様は臆病なのではない。純粋に逃げるのが大好きなのだ。一歩間違えば致命傷、捕まれば即死。そんな窮地を心の底から楽しめる生存本能の怪物。乱の前、平和な鎌倉で私が見たあのお方は気さくで威張らず、心優しく仲間思いで、いさかいを嫌い、嫌な稽古から逃げる癖がやや短所。そんなどこにでもいる平凡な子供が、戦場では大の猛者相手に楽しそうに鬼ごっこに興じる痛快な怪物になる。雫、小次郎、綾子、そんな主君に仕えてみるのは楽しそうだと思わないか。逃げ自慢の大将なんて聞いたことないっす。まあでも頼重様がそう言うなら面白そうだ。普通に友達になりたい。